にちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日はまた寝起きから寝癖のままできるシリーズの第7、8弾。はい。7、8弾。の今日初のお団子ヘアをやってみました、うん、名付けてバタフライヘアと読もうと思っています。ちょっと恥ずかしい恥ずかしがってんな、なんかな。名付けてました。名付けてました、はいはい。ちょっと形が変わっているお団子ヘアになりますので、ぜひちょっと髪の毛お団子ヘアした時崩れやすい方とかにはすごいおすすめの髪型になるので、参考にしてみてください。それでは動画スタート。リレーのバームを使っていきます。パール1粒大を指に取ります。髪の毛全体になじませていきます。全体を1つに結びます。トップの部分を少しボリュームを出し、サイドも2つボリュームを出していきます。この辺りで結びます。ここに空洞を開け、くるりんぱします。軽くほぐしていきます。最初に結んだゴムのところに穴を開けて、そこに入れ込みます。髪の毛を少し広げます。こことここをピンで留めます。ピンを留めます。反対側もピンで留めます。ピンの上の髪の毛を横に広げてピンを隠します。寝起きからできるシリーズ初の今日はお団子ヘアやってみました。くせ毛の方おすすめですので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。